外堀を埋めると、絵本の読み聞かせについて、絵本の読み聞かせの留意点を参考にすればいいかと思う。絵本が好き、読み聞かせの要素数、絵本の文章の量、登場人物右脳左脳、文字なし絵本、親しみやすい絵、物語のリズム様式化、クイズ的要素、推理的要素、アイテムの違いなどが、その参考になる。まだまだ留意点はあるが、いくら留意点を読んでも、話し手の経験、練習量、取り組む姿勢によって、絵本の読み聞かせの出来不出来がはっきりしてきます。時には絵本の読み聞かせの若い番号に立ち戻ることも大切です。また、絵本と紙芝居などの違いを知っておくと、絵本の読み聞かせのコツや注意点がわかり、その読み聞かせの狙いが明確になってきます。素話や紙芝居は、絵本の読み聞かせに関係ないと思われがちですが、絵本を取り囲む周辺のことを知っておくことはいいことです。外堀を埋めるかのような活動もいい経験になります。猪突猛進のように、周りのことを気にかけずに邁進するより、時に寄り道してもいいかもしれません。少し紙芝居をかじることによって、紙芝居と絵本の違いが鮮明になり、絵本の読み聞かせのいいところ悪いところ、長所短所が見えてきます。そのようなことが絵本の読み聞かせをする上で、今まで気づかなかったヒントになり、読み手としてレベルアップします。中には、絵本の読み聞かせよりも、自分は紙芝居に向いていると気づかされるかもしれません。絵本の読み聞かせに良かれと思ったことが、紙芝居への転向が、自分をもっと活かせる道と知ることになる。そんな夢にも思わなかった結果になるかもしれませんが、長い人生、何が起こるかわかりません。長くて短い絵本の読み聞かせです。